受けるだけは誰でも受けれるんですけど、受けてできたつもりになってしまう人が非常に多いんです。まあ、これはもうメイクの講座だけに限らずどんな講座でもそうやと思いますけど、繰り返し繰り返しの行動が必要だと思います。そういう部分で、僕は言った通りやってる、僕は何を言ったかというと、1回したぐらいではこの眉は繊細なタッチってなかなかねすぐにはできないん で見本のですね、ペーパーで書くレッスンの仕方を、ね、セミナーでいつもするんです。でそれは1回やるとある程度その自分の今までのメイクの癖というのが全部紙の上に出てくるんですね。でその紙の上に出てくる癖をですね、どうすれば、自分の、顔に落とし込んでメイクができるかというところの、まあ、そのバランス感覚を学ぶのに、まず最低やっぱり1週間、そしてできれば21日やってくださいねということで、メイクをしたら、まあ、鏡で普通は皆さん見ますけど、携帯で自撮りするとですね、他人が見た感じのものが写真に写るわけですよね。自分がやったメイクを鏡で見てるのと違って、 他人が見た時の自分の顔でどんなになってるか、その眉がどうなってるかということを客観視できるので、その自撮りをした、写真をですねずっと残していって比較していきながらですね、僕がそのアフターフォローで、このバランス的にこの眉いい、この眉悪い、まあ、いろいろとこうやってアドバイスしていくわけですね。そうしていくうちに、もうほとんど自分の今日は描いた眉のそのちょっとしたバランスの感覚がですね分かるようになってくるんですね。でそれをですね、実は280回ずっとされてきたもんですから、まあ、本当に大成功してるんです。もう最初本当にね、見た感じこの眉どうよっていうぐらい、どうよというぐらい紙に描いた時のもう眉のねバランスなんかもう本当に細いし、こうあっち行きこっち行きみたいな、こんなんだったんですね。それがですね、今も280回もするとどの写真も安定して、しかも安心して見れる。あ、もうここまで来ると一般の方が来たらこの方はメイク上手な方やなって思えるぐらいのレベルまで来たんですよ。最初は、ね、メイクが上手な方やとは、まあ、ちょっと言えないぐらい、まあ、本当に不安な感じの眉やったんですが、ところがそれぐらいもう今もビシッとですね、眉ができてきて、本当に、まあ、Facebook なんかのご活躍を見てるんですが、新しいいろんなことをこうチャレンジしていろんなところアクティブに行かれてます。まあ、そんな風にしてね、眉ができると実は、メイク全般に自信もできるのはもちろんのことなんですが、ものすごく脳の思考がですね、非常にですね自己肯定感が強くなり、自信に満ち溢れていくような、まあ、そういう仕草になったり行動が起こってくるんですよ。それだけでこう外に見せたいとか、いろんな活動をどんどんしていきたいとか、動画をどんどん撮ってアップしてあげたいとか、メイク1ミリで人生が変わるっていうのは本当に大げさではないですね。2020年はそういう部分で遠方の方にもなかなかこうお届けできないということで、こういうオンラインの上でいろいろと講座もね、簡単な講座ですけどね、まあ、やっていければなと思って今準備しているところなんですが、今回のテーマはですね、たった7日間であなたの眉が美しく安定する方法という連続配信をしていけたらなと思ってます。ぜひぜひお見逃しなくお願いします。7日間でね、あなたの眉が美しく安定する方法ってね、結構ね僕もいろいろと本当に集約してね、20何年やってきたことをね、全くこうメイクに自信のない方をメイクに自信を持たせるようにするための、ね、方法なんで、もうはっきり言いますよ、眉が上手くなって自分の顔に合う眉ができるだけで、実は上手にメイクができたという風になっていくんですよ。眉さえ上手くなれば本当にメイク自信出てきます。行動ありかと思ってますんでね、小さいことでも積み重ねていくとやっぱ大きなことになっていくと思ってますんで、本当にこのひとちゃんが280回眉を描いて、眉レッスンをしながら自撮りをして、その写真をずっと溜め込んでいって280もあるわけですからね、それをやっぱり自分でこう 見ていくと、あの時よりものすごい上手になったなと、この上手になった達成感というものがね、人よりものすごい自分にやっぱ入ってくるわけですね。それがもう相乗効果となり、自信になってつながっていきますから、ぜひですね、細かいこと、ちっちゃいことと思わずにね、そういうことをやっていってください。ということで今日も見ていただきましてありがとうございました。